おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭よしひとです。えー、まずは最初に告知をさせていただきますが、3月の20日、13時から開催します。YouTube 講演家夫婦が語る仕事、パートナーシップ、人生を自分の思い通りに生き抜く動き、オンラインセミナーですね。 えー、鴨頭も人と鴨頭が子の二人で、えー、行います。えー、こちらも、お申し込み600名以上の方にいただきまして、もう、北場、北海道、南は沖縄までですね、まあ、オンラインセミナーということなので、あの、距離が関係なくて、お忙しい方でも参加できるということでですね、えー、たくさんの、えー、お申し込みをいただいております。もう、これ、夫婦で聞ける人なんて超絶ラッキーなんじゃないでしょうかね。えー、3月20日、13時から約1時間半、 まあのちょっと気分が乗ったらオーバーする可能性もありますけれども、開催いたしますので、まあ、土曜日ですしね、えライブで聴ける方はライブで、もしね、ライブで聴くっていうことが不可能な方は、アーカイブで何日かえ、音声残す、映像残す予定になってますので、ぜひぜひ3月20日、えー、お申し込みください。お申し込みは、鴨頭よしとの公式ホームページの下のカレンダーの方からお申し込みいただくことができます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。えー、あ昨日ですねボイシーで 嫌なことがあった時の気分の切り替え方ということを、えっと、お話しさせていただいたらですね、えー、早速コメント欄にいくつか私はこんなことやってますよというのが来ましたので、ちょっとだけご紹介しますね。えー、ミッチ85さん、自分へのご褒美はスタバですね。さあ、スターバックスですね。それからですね、えー、っと、親父、親父さんですね。親父さんは、私のご褒美は嫁さんが嫌いなので、嫁さんの前では聞けないヘビーメタルを、 車の中で爆音で聞くことですと。<laughs> いいですね。ヘビーメタルを爆音で聞くが、えー、気分の切り替え方です。えー、それから、これはなんて、坂木光明さんとい読みするのかなえー、あ、これは、スターバックスに行きたくなりました。あ、私のご褒美は、スタバで温かい限定の飲み物を飲むか、抹茶ティーラテをベンティーで頼みますと。いいですね。ベンティーですよ。わかります ベンティーってもうね、あの、スモールと、あ、ショート、トール、グランデの上。ベンティー。あんまり日本人頼まないサイズと言われてるんですけどね。ベンティーで抹茶ティーラテ飲むのもいいんじゃないですかね。えー、ノブナビさんもスタバですと。えー、スターバックスラテを飲みますと。スタバ大人気ですね。スタバ好きが集まってるんですかね、僕のところね。僕もそうなんですけど。えー、最近、あ、なんだっけ。 塚山さん面白いですね。最近嫌なことがあったので、有休取ります。いいですね。取っちゃってください。えー、ゆき、山崎ゆきさん。私は西野明さんが教えてくれた韓国ドラマ、えー、七番棒の奇跡って読むのかな七番棒、七番棒の奇跡を見ました。ここ、とても心温まる作品の内容だった。ちょっとこれ検索してみますね。えー、あとは、真心ころぽんたさんは、えい、ー、美味しいエクレアが、 えっと、気分転換に使っているとい,うことですいいいるととうこでです、ね、まあたくさんね、えー、その嫌なことがあった時の気分転換の方法っていうのをね、あの、1個じゃなくていっぱい持っとくのいいんじゃないですか他の人がやられてるやつとかね。うん。なんかすぐできるやつとすぐできないやつもあるかもしれないし、同じ気分転換の方法をやってて、あの、嫌なことがたまって 生連続した時にね、麻痺してきたらね、違う薬を打つっていいかもしれませんので、たくさん持っとくといいかもしれないのでね、どん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 自分で開発していくのいいんじゃないかなっていうふうに思います。えー、今日はですね、あのー、ちょっとお尻の穴について話そうと思うんですけど、<laughs> まあ、お尻の穴について話そうというか、ちょっと前提がありましてえ、僕あの、大阪5日間出張が終わって、昨日夜、 うーパーソナルトレーニングジムに行ってきました。ね、僕の会社の方でもね、カモザップっていうのを来年の、あ、今年のか、今年の4月にオープンする予定ではありますけど、今はまだオープンしてないので、パーソナルジムに通ってるんですけど、まあ、そこにあの、白間トレーナーというですね、僕の体をもう3年半近くですかね、ずっと担当してくれてる超絶優秀な、超絶イケメン、イケボディ。 のトレーナーナがいるんでですすけど、えー、彼にですね教えっと、僕はですね、体脂肪率のコントロールかなりできるようになっておりまして、あの、食べ物のコントロールをある程度するだけで、体脂肪を夏場と冬場と自分で切り替えられるぐらいにはなってきました。どんな風にやってるかというと、冬場はやっぱ寒いじゃないですか。なので、あんまり体脂肪率を落とさないようにしてるんですね。 で、体脂肪率10%を切ると風邪引きやすくなったりするので、やっぱり冬場ってウイルスにね、ちょっとあの、かかりやすくなってしまうので、冬場体脂肪を上げてます。今実際14%から15%の間。 ま、これ女性だとかなりね、逆にこれ、あの、少なすぎだと思うんですけど、男性の場合これぐらい少なくても何の問題もないので14、14%から15%ぐらいまで僕はそれ、え、マックス上げてる方です。そうするとあんまり寒すぎないので、ちょうどいい感じになります。で、夏場になると涼しくしたいのと、あの、T シャツ1枚とかね、え、Y シャツ1枚になるってことがあるので、お腹が出てると嫌なので、体脂肪率を10%まで下げに行きます。で、これ結構僕にとっての、ま、一つの悩みの種がですね、 体脂肪のコントロール簡単なんですが内臓脂肪がすごくつきやすいんですよ内臓脂肪っていうのはいわゆるお腹ぽっこりってやつですねこれが厄介でして僕は体脂肪が10%ぐらいにならないとお腹が引っ込まないんですよ 14%15% ってね結構お腹ぽっこり出ててえっカモさんそのお腹って驚かれるぐらいお腹出るんですね特に食べた直後なんてもう胃からボコッとこう大きくなるんですよ で、全体には僕はあの、あんまり太ってないフォルムなのにお腹だけ出てるとすごく格好悪いので、これ気になるんですね。そこで白魔トレーナーに、このポッコリお腹なんとかしたいっていう相談をしました。もちろんね、やり方はいっぱいあります。やっぱり脂質、うん。やっぱり良くない脂質、特にあの、燃やしてる脂質、うん、調理するときに暖かくなってる脂質を減らすっていうのは非常に有効だということも教わりました。えー、それからもちろんカロリーもね、あんまりオーバーカロリーにし続きない。これも当たり前ですけど、あの、あの、重要ですと。 だけど日常生活の中で、えー、とこのぽっこりお腹だけを引き締める方法があるということで教わったのがこれがねお尻の穴をキュッと締めることなんですで僕知らなかったんですけど腹筋とお尻の筋肉ってもう常に連動してるらしいんですよだから例えば腹筋をグーッ と力入れてお腹を引っ込ますと、これ自然とお尻に力入るんですね、うん。なので、もちろんお腹を引っ込めるという意識でも構わないそうです、うん。なんですけど、おそらく力を入れるのを腹筋を先に入れるのとお尻を入れるのをどっちも連動しているならば、スイッチとして使いやすいのはおそらくお尻でしょうと言われたんですよ。なので、お尻の穴をキュッと閉めると自然とお腹がキュッと閉まって、 まあ、いわゆる例えば胃腸が元の状態上に上がったりして胃下水状態になりやすい人なんかはグーッと胃が上がるんですね上がるとお腹の辺りがすっきり美しく見えますそれだけじゃありませんこのお尻を穴をキュッと締めるとお腹がすっきりするだけじゃなくて実はですねこの体のラインですねかかと、えー、それから腰骨、ね、それから、えー、首がまっすぐになるので立ち姿が美しくなるわけですよ うん、つまりですよお尻の穴をキュッと閉めただけで立ち姿が美しくぽっこりお腹がグッと引き締まって、えー、内臓がグッと上に上がるので消化器官も良くなって代謝も良くなって本当にね内面からも外観外から見ても美しい自分になれるっていうわけですよこれやらない理由ありますしかもお尻のの穴をキュッと閉めるのって いつでもどこでも意識さえすれば簡単にできるんですよ。例えば歩いていて信号待ちになったら信号待ってる間あーまだかやーってただイライラするんじゃなくてオッケー信号待ってる間お尻をギュッとかまあエレベーターに乗るときもボタンを押してもなかなかエレベーター来ないときってありますよねそんなときにイライラするんじゃなくてオッケーオッケーエレベーター待ってる間お尻をギュッとかねもちろん例えば座って なんか YouTube を見てる時でも YouTube 見てる間はお尻をキュッっていう風にあらゆる隙間時間ですね何かながらの時間そういう時間にこそあえて時間を取るのではなくて隙間を埋めるために意識をお尻の穴に集中させてお尻をキュッお尻をキュッお尻をキュッ これだけであなたの姿勢が美しくなりポッコリお腹が引っ込んでそして内臓も元の位置に収まってくれるとても素晴らしいご褒美が得られますのでぜひぜひこのお尻の穴を活用する自分を美しく健康的にするテクニック使ってみてくださいそれでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますようにせーの アシディオ。いい